さんこんにちは、デルでーす。はい、今日はね、お正月休み最終日なんですけれども、まあ見事に正月太りしましたね。そうね、まあクリスマスパーティーから始まり、まあどうせね、お正月もいっぱい食べるしっかと思って、まあ約2週間ぐらいかな、何にも気にせず食べていたら、まあ案の定2キロぐらい戻りましたね。はい、ということで今日からまあ戒めも兼ねて、あのダイエットを再開したいと思うので、とりあえずね、もう昨日の今日なので、今日はだいぶヘルシーなランチでいきたいと思います。いただきます。はい、またサラダ生活が復活しそうですね。まあ別にね、お正月太りとかクリスマス太りは想定内というか、もう太ってもいいやと思って食べてたし、なんかどうせ食べるんならさ、気にして食べるより好きなもん好きなだけ食べた方がいいじゃん。だからもう正月太りも2キロぐらい増えることも、もう全然想定内だからいいんだけど、ただですね、あの皆さんご存知の通り、私もうすぐ結婚式が控えておりまして、気づいたらもうね、あと2ヶ月半ぐらいになっちゃったのよ。3ヶ月切っててさ、前からね言ってたように、もともと私急激にダイエットはしたくなかったから、もう結婚式が決まった時点からちょっとずつちょっとずつ痩せてて、だからね、すっごいピークの時からは15キロぐらい痩せたとかいう動画も出したりはしてたんだけど、だからなんかこの正月太りも許容できたというか、まあね、結婚式前最後のご褒美だみたいな感じで全然食べてたから、まあいいんだけど、昨日でそれが終わったわけね。だから今日からはまた結婚式に向けて最後の調整に入ろうと思って、今日からは頑張ろうと思うんだよ。まあ私は結婚式っていう目標だけど、まあ、結婚式じゃないにしてもさ、きっと正月太りでちょっと痩せようかなとか、2024年に入ったからね、今年は痩せようかなとか、まあいろんな目標とか目的があってダイエットしようと思ってる人はきっといると思うから、一緒に頑張りましょうっていう動画でございます。つい最近ちょっと前撮りをしてさ、当日とね着るドレスとかは違うんだけど、まあ、前撮りの感じを見て、まあ、そんなにこれ以上めっちゃ痩せないとダメだなっていう感じはあんまなくて、ただちょっとこう横向いた時にこう顎があんまシュッとしてないなっていうのが気になったりとか、ちょっとこの二の腕のたるんでる感じが気になるなとかがあるから、なんかそういうところをうまく引き締められるようにしつつっていう感じだから、まあね、こんなもん食べてるけど極端な食事制限っていうよりは、なんかちょっと運動した方がいいなと思って、半年ぐらい前に沖縄に行った時は1ヶ月で3キロ痩せるために結構ハードな食事制限をして、1ヶ月で3キロぐらい痩せれたんだけど、今回は数ヶ月あるし、数ヶ月で数キロ痩せればいいやって感じだし、まあ、体重よりは見た目を重視したいなって思うから、数字にとらわれすぎずにやっていこうと思っていて、だから昨日ね、トッチとついにジムと契約しました。あの24時間空いてるところ、私実家暮らしの時にジム契約してたんだけど、全然行かないし、行ってもあのチャリ漕ぐマシンしかやらなかったのね。だからもったいないと思ってジムを解約して、家の中であの漕げるチャリあるあれを買ったんだよ。だからあれ今家にあるの。だからそれでいいはずなのにジムを契約してしまいましたね。これでジムを契約したら行くんだろうかって感じなんだけど、そう、まあでも一応ね、その結婚式の日取りも決まってるし、目標もあるし、まあ今回ではトッチも一緒にいるから、もう2人で行こうって言って、運動しないとダメだって言って契約をしました。でもう今日の夜からトッチとジムに行こうって言ってるんだけど、私は多分ほぼそのチャリしか壊わないからもったいないかなってちょっと思いつつも、まあでもトッチはちゃんと筋トレをしたいって言ってて、やっぱさ、そういう器具はジムにしかないじゃん。だから、まあ、まあトッチと一緒に行けるからいいやっていう感じの課金ではありますね。まずそのジムに契約したっていうのが大きな行動1個と、もう1個が低温調理器っていうのを買ったの。まだ届いてないんだけど、いつもね、私毎日サラダチキンとかお昼に食べてるんだけど、高いやん、サラダチキン1個2、300円するから、それを毎日食べてたら普通に出費になるし、なんならさ、これからもっとダイエットを強化していくってことで、昼だけじゃなくて夜とかさ、そのジムの前後とかでも多分食べようってどっちと言ってて、ってなった時にもったいないやん、それで使ってんのが。だからサラダチキンを作る、もう家で作ろうって話になって、サラダチキンをなんか美味しく作れる機械みたいな感じで低温調理器っていうのを買ってみました。それは Amazon で買ったので、まあ、届いたらサラダチキン作ってみようかなって感じ。だから今回はね、トッチと2人で、まあ、しっかりやろうって感じで決めてるから、ちょっと頑張る。めっちゃ、なんだろう、例えば3ヶ月で10キロ落としますとか、そういうハードなダイエットじゃないから、そんなにこう覚悟は決めなくてもいいんだけど、まあ、でも私今まで結構こう食事を
減らしがちなダイエットしてきちゃってたから、どちらかというとこう運動メインのダイエットって初めてだから、うまくいくかなというか、どうやってやっていけばいいのかなっていう不安はあるけど、頑張っていこうかなと思います。だからね、とちっと決めたんだ。筋肉のついた綺麗な体作りみたいなのをしていくために、ジムの前後でタンパク質を取ろうとか、朝ごはんとかお昼ごはんは普通に食べつつ、夜は今までもやってるんだけど、まあ夜は炭水化物を抜こうとか、夏のその1ヶ月で3キロ落とした時は夜はサラダにしてたんだけど、今ちょっとサラダだと体も冷えちゃったりとか寒いじゃん、だから夜はもう基本鍋にしていこうっていう話をしてて、これからは基本夜ご飯が日替わり鍋になる予定です。なんか食事を取らなすぎるダイエットはしないようにしようかなと思ってるかな。まあ過去にねダイエットに失敗した経験とかもあるし、そもそも目標がとりあえず体重を落とすことっていうよりは、なんか徐々に落としつつ綺麗な体にしていくことっていうのがあるから、不健康なことはしないようにしようとは思ってますね。それこそまあ私の場合はさ、結婚式が目標だからさ、食べなすぎて結婚式当日に全然体力がないとかも困っちゃうしね。結構そのダイエットの動画も上げるから、体重いくつですかって言われるんだけど、体重はあえて公開をしてなくて、過去にこうダイエットで失敗しちゃった経験から、あんまり自分自身もこう数字にとらわれないように意識してるっていうのもあるし、こう画面の前で今この動画を見てくれてるみんなにも、あんまり数字にとらわれすぎてほしくないっていうのもあるし、痩せてるからいいってもんでもないし、この身長だからこの体重じゃなきゃいけないっていうのもあるわけではなくて、だからあくまでも今の自分とか自分が撮ってもらった写真とかを見て、もうちょっとここを改善したいなっていうのがあるだけの話だから、そもそも体重もさ、筋肉の量とか脂肪量によってもさ全然変わってくるし、だからあんまりこう私も皆さんもなんかあんまこう数字にとらわれすぎてほしくないから、あえて数字は言いません。でもね、まあ、もちろんでも数字はある程度の指標にはなるから、体重計は毎日乗ってはいるんだけど、あえて公開はしないでおきます。ちなみに体重計も新しいの買った。なんか体重計が普通に壊れて、前までね体重計が普通の体重しか測れない体重計だったから、あれにしたんだよ。体脂肪率とか、なんか内臓脂肪レベルとか、なんかそういうのを測れるやつを買ったら意外と便利で、なんかただの体重測ってるよりもそういうやつの方が、まあ、どこまで正確かはちょっとわかんないんだけど、なんか筋肉量とかさ、なんか水分量とか見れるから面白い。その買った体重計をに連動してるアプリがたまたまなんか友達と共有みたいのできて、なんか友達の体重とかもこう見れるのよ。だからトッチと共有してダイエット進捗とかを見れるようにしてあります。ほんと適当に買ったんだけどね、意外と便利だったんだよ。なんか内臓脂肪とか体脂肪率とかそんなに高くなくて、で筋肉量もまあ多いわけではないけど、そんな低いわけでもないってことが発覚したから、なんかこの調子で筋肉量とかを増やしていければなって思ってる。あと全然関係ないんだけど、その正月にねおじいちゃんおばあちゃんって言ったわけよ。おばあちゃんが使ってる血圧計で血圧を測ってみたわけ。そしたらえっぐい低血圧だったの。みんな測ってて、まあ高い人か標準かぐらいの人が多い中で、私だけすっごい低かったのね。なんか普通だとね、だいたい、まあ下が75の上が115ぐらいが普通らしいんだけど、私、下が60の上が90ぐらいで、結構低血圧だったの。初めて知ったんだけど、普通に日常生活を過ごしてるだけなのに、結構立ちくらみとかめまいとかふわってしたりとかすることが結構あって、まあ、貧血のせいかなと思ってたけど、なんか低血圧のせいっていうのもありそうだから、なんかこういうこともあってね、普段から食事制限をしすぎると本当に倒れそうだなっていう気がして、体調に気をつけながら頑張ろうと思います。ダイエットする人たちはそれこそ体調を崩さないようにね、急な食事制限とか急にハードな運動とかしたりするとなんか体に悪い気がするから、ちょっと緩いぐらいのね目標とか計画を立ててやった方がいいと思います。私も1ヶ月に1キロぐらいのペースで全然いいかなって思ってるから、みんなもそのぐらいのペースで、でも頑張る人一緒に頑張ろう。マジさ、リンゴ大好きすぎて家にあれば全部食べちゃう。トッチがさ、このリンゴのシャリシャリ音が苦手で、一人で買ってきては一人でずっと食べてるリンゴ、なんかトッチの横で堂々と食べるの申し訳ないから、こうやって一人の時にもりもり食べてます。うまっ。はい、ということでね、本日もご視聴ありがとうございました。あと2ヶ月半ぐらいかな、まあ自分の中でね一番コンディションのいい状態で結婚式が望めるように2ヶ月半ぐらいかな、ちょっと調整期間に入ろうと思うので、ダイエットをしようという方、自分磨きをしようという方、一緒に頑張っていきましょう。
私は、まあ、ダイエットだけじゃなくてさ、髪の毛のメンテナンスとか、なんかまつげ、まつぱ行ったりとか、ネイルもどうしようかなとか、ちょっと本当ダイエットと関係なく美容のこともいろいろ考えていかなきゃいけないんだけど、自分磨き期間だと思って無理はしない範囲でね、まあ、楽しんでいこうかなと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。もし一緒に頑張ってくれるよという方は、デデを応援するよという方はぜひチャンネル登録、コメントより高評価、またインスタグラム、TikTok およびサブアカウントのフォローもぜひよろしくお願いいたします。見えた。それでは次回の動画でお会いしましょう。